チャーンチャッチャーンチャララチャッチャッチャッチャー、はい、チャラリンコ。今日もね、夕ご飯のおかずを釣りに近所の海に釣りに来ました。はい、では今日はね、アジ、イワシ、サバなんかを釣って、それを泳がせて大きなやつをね、釣っていこうと思います。さあ、今日は釣れっかな。はい、ということでね、今回は横浜の野島公園周辺、時間は2時から7時、サビキ釣りと泳がせ釣り、狙いはアジやシーバスなどを狙ってきます。雨上がりの釣りってことでね、今日はどうでしょう。潮は濁っています。はい、で今日のね、サビキ釣りの仕掛けは、2号のね、2号の磯竿の 4m50 リバティクラブ磯風で、リールが4000番で、ミチ糸がナイロンの 3.5 で、仕掛けがピンクスキンの3号針で、下にジグ 20g で、ロケットカゴに網姫、これで挑みたいと思います。結構ね、イワシの当たりは結構もあるんですよ。雨上がりってことで潮がね、ものすごく濁ってるんですよ。今日はちょうどね、午前中ずっと雨降って、で、午後から晴れてきた。そこが荒れてるから結構活性いいかなと思ってきました。満潮1時間前なんだけど、全然ね、今日当たりがないです、釣れないです。ってことで、アイス食ったら釣れるでしょってことでね、アイスをいただきたいと思います。友達です。やめて、顔映んないようにして。あ、そうそう、アイスだけ映して。あ、やばい、ありがとう。友達、何か出た、こいのぼりだ。お、ビルさん、ダブルグッドだよ。友達と同時に釣りました。ビルさん、何釣ってんだ。今釣ったイワシを泳がせします。はい、アジ回ってきた。アジ、はい、アジやりました。金アジです。ベルさん、おもりを底につけて細かく誘えばイワシに混ざって2匹目の金アジ釣りました。中間で食ったよ、中間で。はい、ベルさんもね、1匹釣りました。おめでとうございます。やったね、念願のアジ。いやー、すっごい空が綺麗。何この空、やばくね。はい、7時ですね。暗くなったんで、そろそろ納棺したいと思います。まあでもね、アジベルさんが2匹釣って、俺も2匹釣って1匹バラしちゃったから、5匹、トータル5匹アジを釣ったってことになるよね。釣りから帰ってきました。で、本日の釣果はね、アジがね、3匹釣ったんだけど1匹バラしちゃいました。で、アジ2匹と、シコイワシがね、結構大量です。何十匹いんだろう、まあ、3、40匹ってとこかな。はい、で、ベルさんはね、友達のベルさんもだいたいこれぐらい、アジ2匹と、まあ、イワシをね、結構いっぱい釣ってたんで、同じぐらいのね、釣果でした。よし、じゃあ今日はね、これをね、寿司にします。ということで、今回料理シーンはね、いつも釣ったイワシとアジの握り寿司はいつも動画でやってるんで、今回カットしました。はい、でこんな感じでね、釣った魚のシコイワシと金アジの握り寿司完成です。もうできちゃったよ。動画って便利だね。それじゃあ早速食ってみましょう。九州醤油を、九州の醤油でいただきましょう。はい、九州醤油です。今日は九州醤油船盛りです。よし、じゃあまずね、シコイワシから。これこれです。これ醤油をつけて、うんうんうん、メジャンコールトラスーパーおいしい、最高です。シコシコしてるね、シコイワシだけに。もうこれはほんと釣り人にしか味わえない。もう最高です。さっぱりしてておいしい。新鮮だからもう全然違う。はい、じゃあ次、金アジ、アジのお寿司でーす。さあ、これもいただきましょう。うん、うん、うん、
美味しい。いやめっちゃ美味しいです。今回はね、ユウマヅメの釣りってことで、まあシコリバシと、まあ、アジがちょいちょいね、まあそんなにまだね、ちょっと早くてまだちょっと、ね、超過的には厳しいですけど、でもね、まあこの時期では満足な地元の釣りができました。うん、ベルさんもね同じくらい釣ったし、まあ満足です。うん、美味しいしね。はい、ってことでね、皆さんもぜひ、ね、釣った魚ね、魚を釣ってこんな風にして、食べてみてください。泳がせ釣りの方は全く何も釣れませんでした。ノーゲスでした。まあでもね、もうイワシとアジだけですっごく美味しいので大満足。また見てね。チャンネル登録よろしくね。